ホーム駅東側坂瀬川駅は、兵庫県宝塚市坂瀬川2丁目にある、阪急電鉄今津線の駅である。駅番号は、HK-27。相対式ホーム2面2線を有する地上駅で、1987年に、宝塚市の駅前再開発事業により、京上駅舎が竣工した。分岐器や絶対信号機を持たないため、停留所に分類される。 京城駅舎の2階に窓口、自動券売機、改札口、売店、コンビニエンスストア、トイレが集まっている。ホームと改札内コンコース、改札外コンコースと出入り口をそれぞれ連絡するエスカレーターエレベーターが設置されている。実際には校内に乗り場、番号表記はないが、スマートフォン向けアプリ、阪急沿線ナビトックアプリの発車案内機能では、 宝塚方面が1号線、西宮北口方面が2号線と表示されている。上下とも、毎時6本が発着する。以下に、発車する運転系統、停車駅、本数の一覧を示す。2019年の通年平均の乗降人員は24,500人で、ある。近年の1日乗降、乗車人員の推移は、下記の通り。駅北側を投流する逆。 瀬川の河詞に沿って両岸に、豪壮な邸宅建築が立ち並んでおり、阪神間の高級住宅地の一角を占めている。宝塚市立病院、宝塚郵便局、宝塚市立総合体育館、武道館、宝塚市立スポーツセンター方面へのバス路線も発着し、宝塚市役所、宝塚市消防本部など、宝塚市館長への最寄り駅でもある。 阪急坂瀬川バス停があり、阪急バスの路線が乗り入れる。バス乗り場は駅東側と西側に分かれる。ありがとうございます。